例えば10ヤードのテイクバックが本来ここら辺なら、でもこの辺まで上がっちゃってるから揺れんじゃん。20ヤードもここまでなのに、ここまで上がっちゃってるから、あ、言われるかも。なんかどんだけ打つんかと思ったみたいな。あ、そうそうそう、それです。だから距離に合った振り幅で10ヤードは10、20ヤードは20、それってあげたら多分緩まないでいけると思う。今日それやろう、はい、今日のテーマ。これ左がダメな感じですか？ダメですね。右は大丈夫です。右はね、なんかクリークとかないんで、はい、左は全部川です。そうですね、はい。川じゃない。わー、やった。でもこれ多分残る。大丈夫だと思います。止まる、止まる、大丈夫です。大丈夫ですね。全く。すごい、ティーグラフ。そうですよ。あれ、ああ、私もういってる。でも大丈夫。でも大丈夫。行きやすいですね。行きやすい。呼ばれる、呼ばれる、左。まあ気をつけてくださいね。アマチュアとラウンドすることってあると思うんですよ。はい、よくなんかアドバイスくださいって、うんうん、私もそうですけどあるじゃないですか、はい、その時に一番多い悩み、ベスト3を挙げるとしたら、ベスト3、今までどんなことを言われましたか？一番はスライスが止まらないんだよ。そうですよね。第2位はアプローチですかね。やっぱり距離感が合わないんだよ、上げたいんだよとか。第3位難しい、ロングパットの距離感かな。おー、はい、パターン。そう、じゃあそれについてどうアドバイスしてか次は聞きましょう。はい、でも今日いい気候ですね。ちょうどいいです ね、ちょうどいい、めっちゃ。はい、アイアンはでもそこまで戻ってこないです。はい、まあ、ちょっとストレートからちょっと戻るです。はい、そうですね。一応どれも打てます。フェード、はい、フェード、ドロー、必要であれば、はい、インテンショナル、インテンショナル、そうですね。曲げるのはいけます。で、フェードはでもちょっと難しい。スライスになっちゃうけど。やっぱり得意な方ってあるんですか？もうドローが基本持ち球なんで。イメージしやすい。はい、右に回が、ま、右に曲げるのはちょっと得意じゃないですか。はい、え、本当後ろちっちゃいとめっちゃ楽。楽ですか？でも今のいいですよね。いつもなんかここで膝とか動いちゃうんですよ。ここで、はいみたいな、はいはいはい、緩みがない感じで。確かにちっちゃいと緩んでる暇ないですもんね。そう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 。やばい、入れば来る。上りが意外と。上りがきつかった。うまい、ナイスパー。ナイスです。うわー、珍しい。アプローチウェッジから寄せはするの珍しい。ナイスパーです。ありがとうございます。さすが。安定のパー。じゃあさっきの悩み、はい、聞いたじゃないですか。はい、その時ってやっぱアドバイスす求められるじゃないですか、はい、第3位からいきます。あのパター、まあ距離感が合わない人にはどういうワンポイントアドバイスしますか？ラウンド中のレッスンなので、うん、基本的にあんまりすごいことはできないんで、素振りの時にカップを見て素振りしてくださいっていう、そのボールだけこうやって見て素振りしてる人が多いので、カップ見て距離感をイメージしてボール投げるみたいな、片手でスローイングするぐらいのイメージを出して素振りしてもらって、そこから打ってくださいって言うと
確かにこうやってずっと、うん、そうですね、硬くなる感じですもんね。なるほど。で、ここに集中じゃなくても向こうですよっていう。ああ、なるほどね、うん、確かに入れたい時こそボールばっか見てますもんね。寄せたいとかね。第2位のアプローチは、その私みたいにこう緩んじゃう人が多いんですよ、やっぱり、うんうん、テイクバック大きくてみたいな人が本当に多いんですよ、うんうん、だからやっぱり振り幅でちゃんとやるように、緩まないでくださいっていうふうに言います。テイクバック大きくなっちゃうんで、みんな。じゃあその気持ちよりも、私もさっきもそうだけど、うん、10ヤードはこれぐらいで行くんだよっていう、この後ろちっちゃく、はい、そう、でインパクトを緩まない意識にするとテイクバックだんだんちっちゃくなってくると思うんですよ。なるほどね。なんかもう感じ出してふわってやろうとすると、あ、そうそう、感じを出そうとしちゃうから。そうそう、わかる。皆さんインパクトしてください。あの感じとかじゃないです。ふわっとじゃないですから。ボールはふわっとはインパクトしないとふわっとしないからね。はい、しっかり入れないとふわっといかないんで。なるほどね、はい。面白いね。じゃあやりますかね。第1位、スライスを悩む方々に、はい、スライスポイントレッスンの、ラウンド中、ラウンド中スライスするんだよって言われるんですけど、はい、もう根本的に直すのすごい難しいんで、そうですよね、はい、正直あの練習相当しないとダメですよ。そうですね、まあ、軌道ですよね、そもそもの。そうですね、はい、スライスするのは基本的にもう手で上げて、肩が入ってなくて手だけで上げて腰を切るから、もう体が開いて、ここからこうっていう、そうそう、こう上がってこういくからもう全部スライスになっちゃうんで、うん、それをラウンド中直すのはすごい難しいんで、自分的にまあまあ応急処置としたワンポイントアドバイスをするなら、コース内ではやっぱちょっともうスライスすることを見越してちょっと真ん中より左を狙う、アドレスで左を狙って、まあ、あとはもうボールをしっかり見ること、うーん、肩入ってない、体開いてる、顔も上がっちゃうともう全部右行っちゃうんで、顔だけ残すときだけでもう少しつかまりが良くなるんで、なってくるから、そう、私は頭残してくださいってよく言います。頭残してボールを見て、はい、なるほど、はい、どこだろう、あ、出ました、ここですね、全く問題ないですね。100、あ、意外となかった、151、ピンがちっちゃいのかな、遠く見える、遠く見えますね、うん、151を6ユーで、あー、やっちゃった、あー、あーやったですね、ナイス、取ったな、わー、めっちゃ近い、完璧、別格、やっぱすごいわ、うん、今もう完全にピンの今、はい、ピンの右から戻ってくればいいなみたいな、お、いい感じ、お、あ、ちょっとでかい、でかいでかい、もうやっぱり左向いてそのスライスを分かりきったボールでやってった方が、ね、うん、はい、ラウンド中はもう絶対いいですよね、はい、スイング変えようとしちゃうと絶対うまくいかないんで、頭残してちょっと左向いて打つ、もうもう、はい、スライスでいいやって、スライスでいいやって、うん、皆さんラウンド中スライスに悩まれたら、それをドローにしようとこうとかなんかいろいろね、そうやらずに、いらないで、そこは素直に受け入れてやっていくのがいいということです。アプローチするのが一番嫌なんで、そうですよね、ちょっとオーバーしてもいいから、ちょっとオーバーしてもいいぐらい、はい、まず乗せること一番に考えて、はい、
緩まない。あ、もう今緩む、今の大きさだと緩むから小さく、後ろちっちゃく、うまい。お、めっちゃうまい。本当に、うん、全然緩まなくてどっか行っちゃう。止まって、止まって。あ、今多分ラフだったからスピンが溶けちゃっただけで、いつもの半分以下です。なんかこの辺になんか来るクワッと感が、ね、はいはいはい、めっちゃ良かったですもんね、はい、不思議。お、打った、待って、しいつもより左にパン。本当ですか。いつもよりって今日初めて。めっちゃいい。スバコ、ナイス。完璧。スバコ。最初に打つ人がいいとね、ついていける。めっちゃよかった。試合でもやるんです。試合でもやれますね、ここはでも、はい、もうこれぐらいだったらいける、はい、高さも大丈夫そうです。こういうとこだよね。全然もう違うね。Yeah.